ババガヌージュっていうのは簡単に言うと焼きナスのペーストなんですけれども、直火で、今日は作っていきたいと思います。直火でできないという方はですね、魚のグリルですとか、オーブンで、焼きナスを作ってもらっても構いません。それで、パプリカを刻んで、くるみもですね、ちょっと細かく刻んで入れます。で、塩、潰したニンニク、細かくしたイタリアンパセリを入れてよく混ぜてですね、最後レモン汁と、オリーブオイルで、さっぱりとしたこれは夏にとても合う、ナスのペーストです。はい、それでは焼きナスを作っていきます。直火です。よいしょ。片方が、結構黒くなったら反対にひっくり返します。とにかく焼く。まだちょっと早いかな。で、切ります。このような感じで。で、ちょっと黒いところを取って、こちらフードプロセッサーで細かく刻んでもいいんですが、フードプロセッサーがない場合は、もう包丁で。包丁の背でですね、こう潰して。0.5 センチ角ぐらいに切っていきます。結構ね、中東料理ってレモン使うんですよね。確かに。うん。何でもレモン絞りますよね。うん。これでよくかき混ぜます。実は今日作っているババガヌージュなんですけれども、これシリアの呼び方で、実は他の地域では、ババガヌージュっていうのはここにですね、ヨーグルトとか練りごまのペーストを入れたものをババガヌージュっていうんですけれども、どうやらシリアだけではババガヌージュって呼ぶんですね。完成です。ババガヌージュ。こんにちは。こんにちは。ダイアログフォーピープル、フォトジャーナリストの佐藤圭です。今日はゲストにですね、ジムネットの斉藤良平さんに来ていただいています。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、この From Kitchen to the World、世界の料理をですね、僕たち自身で作ってみて、それを食すことで、遠くの人々にですね、少しでも思いを馳せられたらということで、今回はですね、なぜ斉藤良平さんに来ていただいたかというと、はい、中東料理の達人なんですよね。達人ではないんですけど、よく作ります。はい。はい、ジムネットさんっていうのはですね、中東のイラクという国で医療支援をしている団体なんですけれども、はい、その前から斉藤良平さんシリアにおられたこともあって、ヨルダンにも滞在してましたね。そうですね、最初シリアで青年海外協力隊で2年間生活した後、その後ヨルダンでも約1年間活動してました、はい、で現在はジムネットで活動してます。はい。でその中でこの中東料理っていうのはその家庭の方に教わってきたんですか？そうですね、私食べることも大好きなんですけど、はい、やっぱり中東料理って最初食べた時にすごく日本にはない味だったんですけど、とてもこう日本人の味覚に合うなと感じたので、はい、いろいろ美味しいレストランですとか、あとやっぱり中東料理の一番の魅力っていうのは家庭料理が美味しいんですね。なので美味しい家庭料理に出会うとですね、はい、そこのお母さんのところにトントンと行って、はい、どうか教えてくれと、どうやって作ってるんだっていうことで、結構いろんな家のレシピを参考にさせていただきました。はい、はい、というわけで、まずはでは、いただきます、はい。いただきます。ちょっとこの鶏だらスプーンで、はい、もうコロナ禍ということで、間にこのね、シールドを縦長になりますが。すみません。はい。いやー、美味しそうですね。この彩りが豊かで、いただきます。いただきます。すごい、オリーブオイルが多くて、オイリーなのに、レモンがさっぱりしてますね。ほんと、ナスのぐちゃぐちゃペーストですね。このナスのぐちゃぐちゃペーストという言い方はですね、僕らのあるバンドメンバーの一人がよく言っている言葉でして、実はこのババガヌージュってあれですよね、僕らのバンドの名前でもあるんですよね。そうなんですよね。はい、僕と
斉藤良平さんとあとスリゾーさん、ババガヌージュというバンドをやっておりまして、中東地域、主に中東地域の難民キャンプで演奏活動をするという活動を、続けています。で、その結成の第1回の時にスリゾーさんがババガヌージュが大好きということで、気がついたらこれがバンド名になってたんですけどでこのババガヌージュって一体どういう意味なんですか？なんか諸説あってですね、私も正確な情報がわからないんですけれども、はい、現地の人に聞いたら可愛いおっさんたちって意味があるぞっていうふうに聞いたりですとか、はい、あと他の方からはこうわがままな親父とか、なんかそういった意味にもなんか派生していて、ね、まあ我々には合うかもしれませんね。なるほど、わがまま親父ということ でこれ本来であれば向こうの、いわゆるパンのような生地につけながら食べますよね。そうなんです。今日はちょっとないんですけれども、ホブズというですね、はい、薄いナンのような中東地域 で食べられるホブズというものにつけて食べる、まあディップなので、まあ日本にはなかなかホブズがないので、例えばそうですね、まあ、バケットの上に乗っけたりですとか、はい、まあ、あとトルティーヤですとか、まあ、そういったものにつけて食べるとより美味しいかなと思います。はい、少しここからはジムネットのお話を聞けたらなと思うんですけれども、はいはい、ジムネットさん一体どういう団体で、今は特にどういうことをされているのかなど少し、はい、ジムネットは主にですね、イラクで小児がん支援を行っておりまして、海外でいうとその他には今シリア支援も行っております。イラクにおける、シリア難民の支援、あとシリア国内のシリア支援というのも実はやっておりまして、はい、まあ、ずっと状況が悪いんですけれども、うちのジムネットのローカルスタッフがシリアに入ってですね、支援活動を行っております。特に今コロナ禍ということもあって、なかなかこう活動が難しかったりとか。いや、そうですね、イラクでも日本がちょうど第一波と言われる、4月5月ぐらいですかね、当時はイラクは結構抑え込みに成功していたんですけれども、それ以後ですね、感染者が急増しまして、現在でももう3000を超えるような、毎日感染確認者が確認されておりまして、はい、特に問題になっているのが医療従事者の感染拡大。やっぱりもともと脆弱な医療システムの中なので、やっぱりお医者さんですとか看護師の方が感染してそれに気づかず、患者さんにもっていう例がやっぱり全国地域で散見されまして、ちょっとそちらの方は深刻です、はい、が活動の方はなんとか通常通り行っております。はい、そのようにこう現地からも声が届きつつ、いろいろこう支援の形を模索しながらやっているという形ですね。そうですね、はい。今回はこのババガヌージュというナスぐちゃぐちゃペーストでしたけれども、はい、まあ、あと2品実は作っていただく予定 で、ね、はい、次回はどのような料理を予定していらっしゃるでしょうか？次回はですね、アダススープというアダススープ、レンズ豆のスープなんですけれども、食べますね、向こうでよく黄色い。そうなんです。ぜひ皆様もそれを楽しみにしてくださればと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。